さっきの,その松尾さんのこうお話に戻ってしまうと山下達郎さんはそのまあ松尾さんのこうラジオでのこうご発言などをもってして、まあ、憶測に基づいたあの一方的な批判だという,こう趣旨のことをこうおっしゃっていましたけれどもでもやっぱり松尾さんの,こうあの発言をたどっていくとあのごくごく。 あの当たり前のことを言ってみればこう当たり前のこうサジェスションをこう提案をこうしていらっしゃるんですよね。で、ジャニーズがそのこ,うこうしたこう、まあ、疑惑をこう放置あのするままでいいんだろうか、責任をしっかりとこう、まあ、調査をするなりこう説明をするなりこう果たしていくべきであって、それはやはりこう業界全体としても断れているんではないかという,こう趣旨のことをこうおっしゃっていた。それって あの、こうした問題がこう起きてしまった時に、当たり前にこう問われるであろう、こう責任だったり、こう対応のことだと思うんですよね。でもそれさえも、憶測に基づいた一方的なこう批判と言われてしまうと、もうつまりは、いいから黙ってろっていうふうにこう言ってるようなものですよね。ちょっと、同活的なこう響きにもこうなって、 しまうんじゃないかなというふうに、こう、私自身は、あの、ご発言をこう聞いていて、とてもこう懸念しました。で、あの、エンターテイメントのこう世界の真ん中にこう生きているわけではないですけれども、やっぱりそういうこう世界のこう方々のお話を聞いていると、縁だったり、あとはその誰かにこうお世話になったっていうこう、ご恩ですよね。は、とてもこう、 大事なものであるということはこう間違いないと思うんですよね。そうしたつながりの中でこう、まあ、いろんなこう助け合いが生まれることもこうあるでしょうし、ただ、うんやっぱりそれは時に、 声を上げづらかったりですとか、権力構造をこう強化してしまうようなこう危うさとこう紙一重のものですよね。お世話になった人だから波風立てられないよねとか、お世話になった人だから、ここでこ,うこの人に恥をかかせちゃいけないとか、こうご恩がある人だからこう自分なんかが今立てついちゃいけないよね。 っていうようなものにつながり得るこうリスクっていうものも常にこうこのエンターテインメントの世界だったりあるいはその一企業として常にこう自覚的でなければならないところだと思うんですよね。でも被害者がようやくようやくこう声を上げられたっていう,こう局面であえてそのご縁とご恩っていうものをこう強調してしまうことのこう意味合いってやはりこう考えなければならないところだなとは思いますね。あとはやっぱり め、言ってみれば、こう、その、課外がこう、起きてしまうような、こう、構造を作る、こう、一部になってきてしまった、その、メディアの側が、これにこう、後ろ向きでいいのっていうふうに、こう、働きかけていくのって、やっぱり企業もこう、社会と共にあるわけですから、やはりこう、視聴者としてのこう、市民のこう声って、とってもこう、大きいと思うんですよね。 で、私たちはもっと知りたいんだって、私たちはもっとあなたたちにこう責任と向き合ってもらいたいんだっていう、こう働きかけっていうのは、やはりこう市民側からもこうできることなんじゃないかなということはこの間感じてますね。あもちろん、その市民に言われて、ようやくこう思い越しを上げたっていうことでは遅すぎるので、 あのメディアの側がもっとこう自主的にこう積極的にやらなければならないということは前提としてありながらもやっぱりそれがこう父として進まない時こう国連任せちゃダメだよねっていう声を届けていくっていうことも、まあ、私たちにこう視聴者としてもこうできることなのではないかということは思いますね。そう,そうですねだって視聴者がいてテレビがあってですからねその視聴者の視聴率で彼らは成り立っているわけで、うん、そういう意味でも。 視聴者、まあ、私たち自身がなんとなく目を背けたいから背けとこうではなくてやっぱりそこにいる人たち、うん、じゃあ自分の子供だったらどうなんだろうとそれがそのある人がコメントでしたかねあの見てあの私もショックを受けたんですけれどもあのアークタイムズに多分書き込んでいただいたコメントだったんですけれども娘に聞いたら中学生の娘に聞いたらそんなのは何が行われてたっていいじゃないと。 私たちはそこのね綺麗なタレントが出てきてくれていてそこで楽しめればいいんだからそんなの見たくないって言われて終わっちゃいましたっていうコメントがあってあそういうことが行われてるのかと私はちょっとショック受けたんですけれどもじゃあじゃあ自分の子供っていうとあの想像しにくいかもしれないですけど自分の友達自分の親友がそういう目にもし合ってたとしたらあんたに何があったとしても自分は関係ないから。 あのそこにには目をつぶるるとと言えるのかなというふうに思うふ思んですよねだからそういう意味でもこれまあ、まあ、ジャニーズ事務所っていったら遠い世界の話みたいに聞こえると思いますけれどももっともっと私たちもあのここに来てもらって中村さんにしても日本樹さんにしてもうん、うん、川尾さんにしても話すとやっぱりその本人たちの痛みっていうのがすごくその。 伝わってくるんですよね言葉以上に伝わってくるというかそれが何十年もかけてあの苦しみとなってるってことも分かりますしそれは服部さんと話した時も服部さん松崎さんと土曜日に話した時もそうでしたけれどもそういった意味ではそれぞれもっと身近な問題でもあるしいろんな形で自分の身近でもそういう目に遭ってる人たちもいるしそういう意味でもやっぱり 私したちしたし自身としてそれは視聴者自身として私もその視聴者の一人ですしテレビのですねそういう意味でいかに自分事として自分のその自分がその立場だったらどうだろうかっていうふうに思えるかっていうのは大事だと思うんですよねそれとさっきおっしゃってたその山下達郎氏の話についてはまさに安田さんがおっしゃった通り恫喝ですよねあれはねその ただ、それが私も全部文章を読み,し読みましたし、書き起こして、もう一回読むと、そのメッセージがよく分かりますよね。全体のまあ3分の2以上、あの6、7割、まあ、8割ですかね、8割はジャニーズ事務所との自分の思い出と、ジャニーさんにどれだけお世話になって、ジャニーさんがどれだけ素晴らしい人か。だけれども、段落の,あの最後にちょろちょろっと性加害を容認してるわけじゃないとか、性加害を。 擁護してるわけじゃないとか、ちょろちょろっと、まあ、あのディスクレーマーみたいにそれが入ってますけど、それが趣旨じゃないことは。あの放送を聞いても、もう一回全文を読み起こしても、あの明らかですよね。そういう意味では、まさにあそこに書かれてたことは。だって、そんなこと言ったって、ね、まさに。安田さんがおっしゃった。波風立てるのやめようねと。あの人には、だって、お世話になってるでしょうと。まあ、日本にはそうやって、こう。 声をを上げるることを封じる言葉ってたくさんありますよね私も海外でも結構、まあ、10年以上暮らしてるので日本ってすごくたくさん論理あの誰かが意見を言うことをそのあ頭から阻害する例えば理屈っぽいことを言うなとかあの親に口答えするなとかなんかとにかくその議論を最初から封鎖するような言葉がたくさんあって今回、うん 山下氏のその中からコメントの中から出てきたのも、そういうものが多かったなと思いますね。やっぱりご縁が大事でしょう。とか、皆さんだっご恩が大事でしょう。ってことがすごく言われてるわけですよね。うん、うん、そうですね。あと、うん、その例えばその考え方として。 あの私は違ったスタンスを取りますけれどもやっぱりそれでもこう、まあ、個人とこう作品はこう切り離してこう考えたいという方も中にはいらっしゃると思うんですよね。でもあの,あのこう東京 FM のこう番組のこう最後に山下さんが私にはかなり強い口調にあの聞こえたんですけれどもあの自分の,こうあの発言しているようなこ,うことに。 まああのをあの、まあ、理解できないと言いますかその飲み込めないようなこう人たちはまあ自分のこうあの奏でるようなこう音楽は必要ないでしょうっていう,こう趣旨のことをおっしゃいましたよね。私の,だからの音楽は不要でしょうって言いましたね。そうですね。うん、だからやっぱりこう切り離してこう考える人たちのこうスタンスっていうものをなんか山下さん自らがこう壊して しまったっていうところはありましたよね。こう、自分がこう主張していることにこう賛同できないんだったら、僕の音楽なんてこう不要ですよねっていうふうに、山下さん自身がそこをこう一体化させてしまったっていうところはあって、なんかそういうところでも、あの、非常にこう残念なコメントだったなというふうに思うんですよね。